ジョージ・ニクソン・ブリックスは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身の弁護士、政治家である。保育党員として、アメリカ合衆国会議員を12年間務めた後、第19代マサチューセッツ州知事を1844年から1851年まで7期7年間、務めた。ブリックスは、アップステートニューヨークの田舎で育ち、マサチューセッツ州西部で法律を勉強し、 そこで行った公的な活動と法律実務に成功したこととで、州全体の政治に関わるようになった。1830年にはアメリカ合衆国会議員に選出され、保守的な保育党の政策を支持し、郵便局郵便道路委員会の委員を務めた。禁止運動では常に提唱者でもあり、あらゆるアルコールの消費を控えた。1843年、保育党から、 マサチューセッツ州知事候補に指名された。対抗したのは民主党現職のマーカス・モートンであり、ホイック党の伝言部票を当てにしたものだった。ブリックスはこの選挙で落勝し、1849年までは容易に当選することになった。奴隷制度という異論の多い問題は避けるようにしていたが、自由民であるアフリカ系アメリカ人を習慣することを サウスカロライナ州が認めた政策に抗議した。死刑制度は指示し、ジョージ・パークマン殺人事件の犯人、ジョン・ホワイト・ウェブスターの死刑判決を減刑することを拒否した。ブリックスは、マサチューセッツ州ピッツフィールドにあった自宅で、銃の事故による怪我が元で死んだ。ジョージ・ニクソン・ブリックスは1796年4月12日に、マサチューセッツ州アダムズで生まれた。 父はもともとロードアイランド州クランストン出身の家事屋アレン・ブリックス。母はユグノーの子孫であるナンシーであり、ブリックスはこの夫妻の12人の子供の11番目だった。ブリックスが7歳の時に家族でバーモント州マンチェスターに移転し、その2年後にはニューヨーク州ホワイトクリークに引っ越した。家族は宗教心が厚かった。父はバプテストであり、 母はクエーカーだった。両親は子供たちに聖書から宗教的な教えを与えた。ブリックスが14歳の時、時代は第二次大覚醒の最中にあり、特にアップステートニューヨークでは強い動きになっていた。ブリックスは転換体験を味わい、バプテストの信仰に加わった。ブリックスと伝道集会で知り合い、修正友人と政治上の仲間になったハイランドホールによれば、 ブリックスは集会で、その体験について話し、聴衆からその進化を理解した喝采を得た。その信仰は、個人的挙動を特徴づけた。宗教的な理想への思考を続けた。例えば日曜日まで伸ばされる連邦議会の会期に反対し、アルコール消費を控えたことだった。ブリックスは、ホワイトクリークの公立学校に散発的に出席し、 クエーカー京都の帽子職人のもとに3年間徒弟暴行した。年長の兄たちからの支援もあり、1813年にマサチューセッツ州ピッツフィールドとレーンズボロで法律の勉強を始めた。1818 18年にはマサチューセッツ州の法廷弁護士として認められた。まずアダムズで法律実務を開業し、1823年にはレーンズボロに移転し、 さらに1842年にピッツフィールドに移った。ブリックスの法廷活動は正式な形式によらずに物語ることを好んだが、当時の人々は明瞭であり、簡潔であり、整然としていると特徴づけていた。1817年、ブリックスはレンズボロデバプテスト教会を建てることに貢献した。その集会でハリエットホールと出会い、八百十八年には、 結婚した。この夫妻には、ハリエット、ジョージ、ヘンリーと名付けた子供たちが生まれた。また、法律の勉強を支えてくれた兄の一人である、ルーファスの孤児4人も育てた。ルーファスは1816年に死んでおり、その妻も時を置かず後に続いていた。ブリックスの公的生活との関わりは、地方レベルで始まった。百二十四年から百三十一年。 バークシャー郡北部地区の土地等機関を務めた。1824年には町事務官に選出された。1826年には高規格道路委員会の議長に指名された。その政治的な興味はヘンリーショ章と知り合いになることで高くなった。章は1817年から1821年までアメリカ合衆国会議員を務めていた。1826年にあった。 刑事事件の裁判でブリックスは広く知られるようになった。ストックブリッジに住んでいた同い打族インディアンが殺人容疑で起訴された。ブリックスは裁判所からその弁護人に指名された。ブリックスは証拠を当たってその容疑者が無罪であることを確信し、当時の者たちから陪審員に対する雄弁のモデルと言われた弁論を行った。陪審員は不幸にもブリックスに同意せず、 容疑者を有罪にし、公主刑となった。1830年、真犯人がその犯罪を自白した。ブリックスは除名になっていたにもかかわらず、土地を所有していなかったので州の役人になる資格がなかった。1830年、そのような条件がないアメリカが州国会議員の選挙に出馬する決心を行った。反弱尊派として、 第22回期から第24回期まで、ホイック党員として、第25回期から第27回期まで選ばれ、1831年3月4日から1843年3月3日まで、務めた。1842年には、再選を求めないことにした。バーモント州出身のハイランドホール、ブリックスの長い友人であり、議会における仲間だったブリックスは、後年に、 コットンホイックと呼ばれるようになったものだった。保護関税を支持し、西部の診療度へ奴隷制度を拡大することに反対したが、奴隷制度に対して強い姿勢を示すことで、国の一体性を損なうようなことは求めなかった。連邦議会の公共支出委員会と郵便局、郵便道路委員会の委員を務め、一時期はそれぞれの委員長も務めた。郵便局委員会は、 先導だと見られていた、奴隷制度廃止運動家の郵便を配達することに関して南部州から常に苦情が出ていた。南部州の政治家はこのような郵便を禁止することを求めたので何度も議論の対象になった。やはり委員だったブリックスの友人ハイランドホールは1836年にそのような議案に使われる理由付けに反論する報告を書いたが、 委員会の全体として、さらには会員もその報告書の受け取りを拒否した。その報告書を書いたのはホールだということは明らかだったが、ブリックスもそれに関わった可能性があり、政治雑誌のナショナルインテリジェンサーにホールがその報告書を掲載した時にはその署名者となった。この文書は後に、 奴隷制度廃止運動家の郵便に関して議会で議案を議論するときに影響を及ぼしたが、その議案のどれも採択はされなかった。ブリックスとホールはどちらも1836年郵便局法を起草し、成案としたときの推進者であり、アメリカ合衆国郵政長官、ウィリアム・テイラー・バリーによる財政的な不始末があった後で、会計的な改革を行う条項が含まれていた。 ブリックスは、会員議員であった間に、禁止運動でも提唱者だった。1833年、議会禁止協会を結成し、その執行委員となった。1836年、ニューヨーク州サラトガスプリングズで開催された、禁止大会では、より多くの人々をアルコールの悪から遠ざけるために、全体的禁止制約を行うことを提唱した。また、会員の議場で、 ケンタッキー州選出会議員、トマス・カイマーシャルのために、そのような制約を準備したことも注目される。会員で禁酒運動を組織しようとした、ブリックスの動きは、ブリックスが会員を去った時に、立ち消えとなったが、その人生の残り期間を通じて関わり続ける主張となった。1860年、ブリックスは、アメリカ禁酒同盟の議長に選ばれた。マーカス・モートン。 1843年にブリックスが州知事選挙に出馬した時の現職知事1843年、ブリックスはホイック党から州知事候補の推薦を受けた。対抗馬は民主党現職のマーカス・モートンだった。最初に以前知事のジョン・デイビスが指名されていたが、おそらくはダニエル・ウェブスターが将来にデイビスがアメリカ合衆国副大統領候補となった時の 党の支持を約束したために、デイビスは、指名を断った。ブリックスは、党内の様々な派閥にも受容される、妥協の候補として推薦された。党内派閥の一つはウェイブスターが引き、もう一つはアボット・ローレンスが引いていた。ブリックスは、州内の田園部有権者に、アピールできる候補者としても選ばれていた。その有権者はこれまで通りならば、モートンを支持していた。 奴隷制度廃止運動家の自由党も候補者を擁立し、その結果、本選挙ではどの候補者も必要とされる過半数を確保できなかった。そのような場合は議会が当選者を選ぶことになっていた。議会は保育党が多数派であり、ブリックスの当選が確保された。ブリックスは1850年まで毎年再選され続けた。民主党は 候補者が入れ替わった。八百四十九年までは圧倒的多数を獲得できたが、その間大三の政党である自由党やその後継政党である自由土地党が関わることも多かった。ホイック党は貴族政治的だという評判があったが、ブリックスは前任者のジョン・デイビスやエドワード・エバレットと比べてもより庶民的な人物だった。八百四十四年、ブリックスは サウスカロライナ州で法制化されたばかりの方に警告を受けた。それはマサチューセッツ州など北部州からサウスカロライナ州に到着した自由身分の黒人の習慣を認めるものだった。この政策に抗議するために代表者を派遣した。サミュエル・ホアとその娘のエディザベスはサウスカロライナ州の政策を変えることができず南部の事情に ヤンキーが干渉していると考えられたことに抗議した。あと、彼らの安全を思うパカって、サウスカロライナ州を去ることを勧められた。ブリックスが州知事である間に、死刑制度も州内の議論を呼んだ大きな問題だった。社会改革者たちは、その廃止を求めていた。ブリックスは、個人的に死刑制度を支持していたが、政治的な理由によりその執行を再考することを、 要求した。例えば、第一級殺人などの殺人事件に限定することだった。反死刑制度の感情が影響したと考えられる1846年の殺人事件で無罪判決が出た後、ブリックスは反死刑制度のロビー活動を抑えることを求め、殺人を除いて全ての刑事犯に死刑を課さないことを提案したが、 そのような同調的陪審員による無罪判決が犯罪と刑罰の間の関係を崩してしまうことについて心配を表明した。優れた中道の人である。話す時の見かけが良く、常に何か良いことを言おうとしているが、何か言ったことはなかった。彼は雄弁家のなり損ないである。ラルフ・アルド・エマーソン・ブリックスの話術は1849年、ワシントン・グッドの裁判で使われた。 グッドは黒人の水婦であり女性の愛情をめぐって競争相手を殺したことで告発されていた。このグッドに対する事件は基本的に状況証拠ばかりであったが、陪審は地区検事の暴力犯罪に対する断定的な罰の要求を受け入れ有罪を宣告した。グッドの死刑判決についてブリックスに減刑を行うよう要求が上がったが、ブリックスは ここでの恩赦は法律の全敵破壊につながると記して、それを拒否した。グッド事件から間もなく、ジョージ・パークマン殺人事件の犯人、ジョン・ホワイト・ウェブスター教授の世の中を騒がせる裁判が起こった。この犯罪は1849年11月にハーバード医学校で起きていた。その裁判は全国的に報道され、告発は状況証拠、 あるいは新しい種類の証拠に基づいていた。さらに、マサチューセッツ最高司法裁判所長官のレミュエル、賞は、陪審に与えた指示に見られる偏見を広く批判された。ブリックスは、死刑制度反対者から、ウェブスターの判決を減刑する要請願を受けた。そうしなければ、身体的に害を及ぼすという脅しまで受けた。しかし、この事件の証拠は明白であり、 裁判所は適切な配慮をしてきたことに疑いはないと述べてそれを拒否した。ブリックスが州知事である間に奴隷制度廃止運動家が保育党にも民主党にも侵食を続けており、主に支配的な保育党に対する民主党と共通の立場を作っていた。ブリックスはコットン保育としてこれら勢力に反対する姿勢をとった。米国戦争には反対したが、 この戦争にために、舞台立ち上げを支援するという連邦政府の要求に応じたことで、活動家、ウェンデル・フィリップの怒りを買った。州内で教育を改革する、ホーレスマンの活動を支持するなど、他の改革は促進した。ジョージワートウェル・サウスワースホーズが、1851年頃1849年、ブリックスは、知事選挙で、多数票を確保できなかった。 これは自由土地等が台頭していたためだったが、議会を制する保育党がブリックスを州知事の座に留まらせた。1850年の選挙では、1850年代表に対する怒りが民主党と自由土地等に連行を作らせ、マサチューセッツ州議会を支配した。また保育党は奴隷制度の擁護派と反対派で分裂した。この州知事選挙の結果は、 再度議会に委ねられ、民主党候補のジョージ・バウトウェルがブリックスを制して当選した。ブリックスはピッツ・フィールドで法律実務を再開した。1853年のマサチューセッツ州憲法改定会議では大議員となり、1853年から1858年は一般訴訟裁判所判事を務めた。1859年、衰退中だった。 ノーナッシング党から周知事候補の指名を受けたが他の候補者の後人を廃した。1861年、ブリックスはエイブラハム・リンカーン大統領から南アメリカのヌエバグラナダ共和国への外交任務を任された。しかし、その任につく前に死亡した。1861年9月4日、ブリックスはピッツフィールドの自宅でクローゼットから上着を出そうとしていた。 その時に拳銃が落ちた。ブリックスがそれを拾おうとした時に銃が暴発し、ブリックスに当たった。ブリックスは1861年9月12日、早朝に死亡し、ピッツフィールド墓地に埋葬された。ありがとうございます。